どうも、中野実験室です。ゆらぎ荘のゆうなさん、レッツスタディひばりちゃん第90話の感想です。今回は僕たちは勉強ができないと、コラボのポスターがありましたけど、センターカラーまで両作品でコラボしているという、なかなか心にくい演出がありました。今回の内容はサブタイトルの表す通りで、ひばりが勉強する話なんですけど、誰に勉強を教えてもらうかといえば、もちろん我らが冬空木枯らしです。そして勉強をする中でいろいろなハプニングなどが起きるわけですけど、なかなか見どころがいくつもあって、ものすごいことが起きて、よかったです。透明人間になってみたりとか、漫画では定番のシーンだと思うんですけど、ものすごい状況ですね。これどうぞ、もうこれ、バレたら、木枯らしの人生ここで終わるよなっていうぐらいのものすごさです。そしてこのシーンを読みながら、思ったのは、もしかしたらアニメ化するわけですから、今回の話もいつの日かアニメになるかもしれないということですね。動きとか、セリフとか、吐息などが、声と音声、そして声優さんの演技などで表現されると考えると、どのようなアニメーションになるのか、とても興味深いです。そして今回の山はここなのかな、なんだかんだでずっこけで終わるのかなと思ったら、もう一山ありましたね。この最後のシーン、見開きとかは、これ例えば電車の中でジャンプを読んでいて、このシーンを読んでることが周囲の人にバレてしまったら、もうこれは言い訳が効かないんじゃないかというぐらいな素晴らしいシーンでした。私は学生時代とか、会社員時代は、電車の中でジャンプを読むことがしばしばあったんですが、ちょっとこれは電車の中で読むのははばかられる内容ですね。いいシーンです。素晴らしいシーンです。これジャンププラスのアプリ版、有料版っていうのは広告が入ってるかどうか知らない、有料だったら入ってないと思うんですけど、これ Google AdSense とかの表示されてるブログとかで、このシーンを掲載しようものとしたら、もう利用規約違反で一発でバンされると思うんですね。そんな素晴らしい夢のあるシーンでした。そのシーンもアニメになったらどのように描かれるんでしょう。とても楽しみです。はい、てな感じの90話の感想でした。事後予告に、木枯らしにすごいハプニングが、なんていう言葉があるんですけど、今回以上のハプニングがどのように起きるのか、どんなハプニングが起きるのか、とても楽しみです。はい、てな感じのジャンプ感想でした。またお会いしましょう。さようなら。